今日紹介するのはこちらのブラックサンダーの爽快オレンジ味です。ブラックサンダーっていうのはチョコレートのお菓子なんですけれども、なんかチョコレートの中にクッキーとかいろいろ入っていて、結構サクサクとした面白い食感のお菓子です。ブラックサンダーって基本的にチョコレート味で中にアーモンドが入ってるとか、そういうアレンジは見たことあるんですけど、今回なんとね、あのチョコレート味じゃなくてオレンジ味のブラックサンダーが店頭に並んでるのを見たんで、ちょっと面白いなと思って買ってみました。はい、ブラックサンダー弾ける雷神、美味しさのファンタジスタって書いてあります。ファンタとコラボですね。うん、どんなんなんだろう、全然想像がつかないんですけれども、はい、でもね、チョコレートとオレンジって基本的に相性がいいので、これは絶対美味しいやつじゃないかなと思ってます。はい、じゃあ早速食べてみましょう。見た目はパッと見普通のブラックサンダーとよく似た感じかな、ね、茶色色になってますね。ミルクチョコレートかな、うん、チョコレートのいい匂いがしています。じゃあ早速食べてみます。中はこんな感じになってます。いつものブラックサンダーの色かな、中はね結構黒っぽい色してます。ちょっとね食べてねびっくりしたんですけど、オレンジ味のブラックサンダーなのかなと思っていたら、これねタイトルに弾ける雷神って書いてありましたね。中にパチパチするキャンディありますよね、あれがね結構たくさん入ってる。なんで食べると、あのいつものブラックサンダーのサクサクっとしたチョコレートの食感の中からこうじわじわパチパチっていう食感があって、すっごい面白いブラックサンダーになっています。オレンジ味に関してはそんなに強くないんで、ほんのりする程度なんですけれども、なんかねすごい美味しいですね。うん、なんかあのこのパチパチね、じわじわっとする食感が、うん、確かにファンタの炭酸っぽくて、これは美味しいなと思いました。はい、今回はこちらのミューラクのブラックサンダー爽快オレンジ味を食べてみました。ただ単にオレンジ味じゃなくて、ファンタの炭酸まで表現してる、すごく面白いチョコレートのお菓子です。全国で売ってたらいいなと思うんですけれども、実際ねどこまで売られているかはよくわからないです。ただブラックサンダー自体ね、すごい食感が他にない、こんなチョコレートのお菓子なかなかないような面白い食感のお菓子で、めっちゃ美味しいです。なので見つけてみたらぜひ食べてみてください。ファンタの味は期間限定だと思います。はい、私もねまだお店に、店頭にあるうちにもうちょっと買って食べたいなと思ってますので、また買ってきます。はい、では今回は有楽のブラックサンダー弾ける雷神、美味しさのファンタジスタ、爽快オレンジ味を紹介しました。はい、すっごい美味しかったです。想像をはるかに超える面白いお菓子でした。はい、では今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。